百団大戦は、日中戦争中の1940年8月から12月に、かけ、山西省、河北省周辺一帯において、中華民国国民革命軍に参加中の中国共産党軍と大日本帝国陸軍の間で起きた一連の戦い。百団大戦は、中国側の故障で中国共産党軍の参加兵力が約100個の団とされることに由来する。 小部隊でのゲリラ戦を得意とした中国共産党の八祖地軍が初めて行った大規模な攻勢である。日本側は第1期、第2期新中作戦などの相当作戦を発動して対抗した。中国共産党軍は日本軍の警備部隊や施設に損害を与える一定の戦術的成功を収めたが、作戦の戦略的意義については評価が分かれている。 日中戦争の勃発後、日本陸軍は、河北一帯を占領下に置いたが、中国国民党政権系の軍が撤退した後の権力の空白に乗じて、勢力を伸ばしたのが中国共産党だった。開戦前に、山西省で延殖山と提携していた中国共産党は、日本陸軍の進攻によって、延殖山の第二戦区軍が、先制省に退避すると、 後に残って、山西省の根拠地化を図った。河北省でも、共産党軍が国民党政権から、被殺戦区司令官に任じられていたしか、勝林を攻撃して追放してしまった。山西省を占領中の日本の第一軍は、1940年4月から6月にかけて、新南地域に残る英立港の第一戦区軍を攻撃したが、この時も中国共産党は、 日本軍の進撃の後を追うように勢力圏を広げた。中国共産党の部隊である八祖寺軍は建前上は国民革命軍の一部として国民党政権指揮下の共同部隊であったが実際には他の国民革命軍部隊の接下工作や民兵の組織を積極的に行って独自の戦力要請に努めた。1940年春には 参政省に展開していた国民統計の第97軍のほとんどを吸収していた。八素地軍の装備は迫撃砲や機関銃程度の範囲ではあるものの次第に充実し、ヘルメットを着用した兵士が増えている。兵の連度も向上してきた。しかし、八素地軍は政治7分、軍事3分を標榜し、前述のように国民党政権軍の戦闘に、 積極的に協力せず、日本軍との直接交戦は避けることを基本としていた。日本陸軍は1940年には共産党の勢力拡大を危惧しており、徐々に八祖寺軍への攻撃を増やしていった。北品方面軍は昭和15年度粛清建設計画の中で共産党軍を重点攻撃対象と定めていた。もっとも北品方面軍に属する第一軍は、 前述のように国民党政権の正規部隊の撃破も依然として重視していた。1940年6月中旬、偽証作戦での敗北野王朝明政権の成立で、小解析率いる国民党政権は動揺した状態にあった。霧工作と呼ばれる日中和平交渉も進展の動きを見せていた。八祖寺軍総司令官取得は1940年7月、 沿岸で開かれた会議で、河北での戦闘について、過去3年間に培った基礎をもってすれば、最終的には、日本軍を一掃できるなどと報告した。このような過激な主張の背景としては、上述のように国民党政権が動揺していたことから、対日戦意の高用を図ったことや、国民党政権軍に対する八素寺軍の戦力誇示の意図があったと推測されている。取得と、 副総司令官、報徳会は、同月、100対戦について、準備命令を発した。参加兵力は最低でも22個団とされ、石太線、同川野線、平間線、通ら線、北安市線の各鉄道設備がそれぞれ攻撃目標とされた。最重要目標は、中国共産党の本拠地である沿岸と河北を結ぶ石太線である。また、 三聖省の異形炭鉱などの鉱山も攻撃目標とされた。これを受けて八祖寺軍神指揮軍区の第120市と第129市その他が投入されることになった。5ヶ月にわたる戦役のため以下に示すのは最大参加兵力である。資料によっては日中双方20万人ずつの投入兵力というものもある。8月20日夜、八祖寺軍は 三省省を中心に一斉に攻撃を開始した。軽艦船方面では、進むつき編区軍の一部や、第129市の一部など8000人以上が、襲来して、鉄道に損害が出た。日本側は、第110団や、独立根性第1旅団によって8月25日までに、撃退した。同カの千円線でも八掃除軍と、独立混成第三、第九旅団や、 第41師団が交戦した。石布都線や大元に対しては、第129師の6000人や、その他の部隊が向かった。これらの地域で一拠点に一個小隊以下の、高度分散配置で手薄な警備をしていた、日本の独立混成第4、第8、第9旅団と交戦状態となった。日本側は、交通網の遮断のため素早く増援部隊を送ることができず、 居流民まで武装させるなどしたが、苦戦した。例えば上司関地区では2 0トルの担当範囲に1個中隊の日本軍守備隊が6、分割配置された状態で戦闘となり、偶然通りがかった列車に乗車中の兵士の支援を受けて、かろうじて持ちこたえた。独ク第8旅団の担当地区にある池江担工は、3カ所の採掘地点にわずか各1個分隊程度の体制だったところ、 それぞれ1000人以上の八素寺軍の攻撃を受けて、うち1カ所が放火により完全に破壊された。日本の第一軍は、ドクコン第4、第9旅団を反撃に出撃させ、8月30日から9月18日にかけて、石沸と戦方面に襲来した第129子を攻撃した。八素寺軍は、反撃を避けるため、分散退避した。9月22日、 八素寺軍は、部隊を集結させて、同カバノ船に対する攻撃を再開した。同カバノ船沿線のネイタケシ県を警備中のドクコン、第三旅団霊下の拠点は、22日早朝に、一斉攻撃を受けて、かなりの損害を生じた。ドクコン第三旅団は、翌23日から反撃を開始し、10月2日までに八素寺軍を、撃退した。石線方面に対しても、 9月24日朝、第129市を中心とした八祖寺軍の精鋭部隊が再攻撃を行った。二列車県と両県の間などに分散配置されていたドクコン第四旅団の脆弱な警備拠点の多くが全滅に近い損害を被った。9月の同旅団の損害は100団対戦期間中で最多の戦進162人に達している。ドクコン第4旅団は 救援部隊を派遣し、石布都の各拠点を復旧させた。反撃を受けた八祖寺軍は、両県付近の山地や東先生方山地の根拠地に帰還し、東戦への襲撃を続けた。これに対し、日本の第一軍は、第二期新中作戦を実施して、共産党勢力の撃滅を図った。第一軍は、10月11日から12月3日にかけて、 第36師団、第37師団、第41師団、ドクコン第4旅団を出撃させ、八素寺軍部隊の追跡と根拠地に対する人滅作戦を行った。9月22日、三西省方面での第二次攻勢と同時に、チャハル察南南難境地方に集結していた八素寺軍部隊も、日本軍の小拠点や通信線や道路といった日本側施設に対して、 攻撃を開始した。これに対して、日本の中謀軍は、主力部隊を、風作技軍に対する警戒のため出撃中であった、ことから、兵力比において、非常に不利な体制での戦闘になった。独ク第二旅団の独立不評第四大隊では、原権で、分散警備中に襲撃を受けて包囲され、そのうちの二カ所の分注拠点が数日間の戦闘の末に全滅した。 戦力を集結した中毛軍は9月28日までに包囲された遊軍部隊を救出し10月13日から11月2日にかけて進むさつき変区粛清作戦を実行して8掃除軍部隊を総当した奇襲攻撃を受けた日本側の設備損害は軽いものではなかった。駅舎などが破壊され、全路は各地でレールが外され枕木が焼かれた。 日本側記録によると、鉄道の損害は、橋梁爆破73件、トンネル爆破3件、駅舎消失20件、給水塔爆破5件、線路破壊117件、通信網の損害は、電柱切断1333本、道東海線1 0 7本、電線切断 146km に及んだほか、池江炭鉱の採掘場1カ所が、半年間機能停止となった。 中国側主張によれば、鉄道 474km、道路 1502km、橋梁破壊213件、トンネル破壊11件、駅破壊37件とされる。八祖寺軍の行動としては異例なことに、日本軍の部隊に対する積極攻撃も試みられたため、日本軍に一定の人的損害も生じた。しかし、人的損害に関しては、 日中双方の記録が著しく食い違っている。中国側は日本側拠点2993箇所を攻略して日本兵2645人と満州国軍、その他の新日政権軍将兵5155人を死傷させたと主張する。これに対し日本側の全損害をまとめた資料はないが最大の損害を受けた。 独懇第四旅団の記録でも戦死者は276人にとどまっている。八祖寺軍の損害も非常に大きなものとなった。中国側も自軍の損害として戦死勝者2万2000人を超えると認めている。日本軍はこれまで軽視していた中国共産党軍の戦闘能力に対する評価を改め対抗策を強化した。まず、 奇襲攻撃を受けたことへの反省から中国共産党軍に関する情報収集体制が強化された。北品方面軍司令部の第2課は中国共産党に調査の重点を移した。中国共産党軍の暗号は国民党軍のものと異なって解読困難とされていたが1941年2月中旬にはその一部の解読に成功した。また、 北品方面軍の戦闘も、国民党正規軍の野戦による撃破から、共産党軍の制圧により一層重点が置かれるようになった。警備兵力を増加させるとともに、作戦の方式も改善された。発足困難な共産党軍の追撃はせず、代わりに日本側支配地の村落や鉄道などを、統治下や残豪で防衛、そして共産党軍支配地域に対しては区分けして、 少しずつ徹底した総統をすることにした。中国側はこうした日本軍の進行を三色作戦と呼んだ。日本軍のこれらの対策により中国北部での日本側治安活動の成果は著しく高まった。中国共産党軍が百団体制を実行したことの戦略的意義について中国側は中国共産党の抗日戦争時期的中国人民解放軍。 八素寺、軍百弾対戦特報といった文献では中国全土に衝撃を与えて日本軍を恐怖させたと高く評価している。これに対し、前述の通り日本側が本格的な中国共産党軍対策を講じたことにより、翌1941年から1942年にかけて中国共産党は軍事的にも 政治経済的にも大打撃を受ける結果を招いたことを指摘し、本作戦は戦術的成功ではあっても戦略的に見れば早すぎた構成であったとの評価もある。中国側も本作戦の指揮官であった法徳会の失脚に際し、本作戦によってか早に八祖寺軍の手の内を暴露してしまったことを彼の失敗の一つに掲げている。ありがとうございます。